ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、ホーライライフがポップな話題をご紹介。というわけで、本日は、ソウルサンドから発生する気泡中は、人を浮上させない、です。ご覧の通り、私は今、水泳の体勢で頭を下の方に向けて、気泡中発生源のソウルサンドに密着しています。なんと、この状況にさえ持ち込めれば、操作キーに一切手を触れずとも、気泡中の上昇流に巻き込まれることなく、この場に留まり続けることができるのです。どうしてこのようなことが可能なのでしょうか。皆様もご存知の通り、ソウルサンドは、高さが1未満の特別なブロック。そのため、ソウルサンドと、その上面に接する水ブロックとの間には、わずかな隙間が存在しています。その隙間に私の体の当たり判定が入り込んだため、気泡中の上昇流が私に作用しなくなった。そう私は推測しております。さて、それではこの状態で、体を水平状態に近づけるとどうなるでしょう。答えはこちら、ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。